はい、どうも、都市ボーイズのエアです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回私がご紹介するのは、あるホラーコンテンツ2作。紹介したいね、ホラーのコンテンツ、ちょっと2つありまして、うん、ちょっとまあ1つは、うん、申し訳ない。はい。酷評します。おぉ。はい。もう先に。言っときます。うん、で、1つは、ものすごい良かった。過去最高なくらい。はいはいはい。いい話と、うん、悪い話、うん、どっちから聞きたい？どっちもいいけど、やっぱ最後はいい話で終わった方がいいんじゃないですか？そうね、確かにそうかもしれない。なんであと、うん、どっちも新しいんでしょ？では悪い方の作品ですけれども、呪怨、呪いの家。結構ね、評価高いんですよ、うん、実は。ネットフリックスね。うん。で、ネットフリックスの日本版では、うん、初のホラーのドラマなんですよ。うん。で、呪怨っていうものに関してもほんま久しぶり、数年ぶりぐらいに新作出たんですよ。呪怨ってシリーズ化してたんだよね。そうです、そうです、うん。ほんまに久しぶりなのよ。僕最初すんごいワクワクしたの。うん。うん、まあファン多いよね。そう。ネットフリックスオリジナルで、J ホラーと、世界に向けるものですよ、うん、ネットフリックス言ったらね。はいはい、うん。で、J ホラーっつったらね、もうすごい人気ありますから、海外で。ね、ハリウッドリメイクも多いですからね。呪怨ね、それこそしましたしね。うん、で、なおかつですよ。はい。これもスタッフ陣がエグいんですよ。ほう。高橋博さん。ね。もう脚本家なんですけれども、女優霊から伝説のホラー映画ね。うん。で、リング作品。うん。かなりの大物なんですよ。でも、ちゃんと J ホラーの、うん、もうプロの、トッププロの人が関わってる。90年代から2000年入っての、もうほんまに大物。うん。うん、もう最強ですよ、うん、脚本家で言うとね、ホラーで言うとまずね、脚本大事だから、はい、で、プロデューサー、うん、ここも大事ですよ、プロデューサーも ね、 そうね、プロデューサーも、うん、なんと呪怨シリーズをずっとやってる、手掛けてる一世プロデューサーなんですよ、はいはいはい、こらいいと。でも、ちゃんと正式な流れを組んでるんだね、うん、そう、もうちゃんとリングと呪怨ね、うん、これ二大巨頭じゃない、うん、J ホラーの、そうね、これが手組んどるんですよなおかつネットフリックスオリジナル、うん、もうワクワクしかないじゃん、ね、はっきしね。ネットフリックス質がいいからね、うん、ずっと。そうなんですよ。うん、こらいいと思って、はいはい。で、しかもね、キャストを見てみると、うん、あの、呪怨のね、終わりの始まりっていう回で、うん、学生役で出ていた、黒島結菜ちゃん、うん、出てるんですよ。なおかつ僕はあの青い炎でものすごいファンになって、うんうん、テレ東でやってたやつね、うん、そう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 、あのオープニングにねガシャンガシャンでまたのぐぐーっとカメラ行くやつ、うんうん、まあ、あれが大好きで、はいはい、すごいファンだったんで、うん、うわこれで来るんやと思ってワクワクしてみたのよ。確かにね、面白そうだね、うん、もうすでにね、で、うん、1話見て内村さん連絡しましたよ、呪怨がええぞと、はいはい、おもろいぞこれはと連絡しましたよね、うんうんうん、したと思う、うん、でもその後一切連絡なかったくないですか？なかった。うん、うん、まあまあ、俺もだから、話題になってる CM もすげえやってたから、はい。そうそうそう。それはいいぞと。うん。うん、で、曲もいいのよ、うん。これがね、アイヌの歌使ってまして、うん、ウポポって言うんですよ、うん。で、何人かのグループが、もう、ものすごいね、なんか、あの、盛り上げる曲歌うのよ。たんたんたん、みたいな。たんてててててて。それ聞いてると、全然盛り上がってこないけど。むちゃくちゃハマってんの。ハマってんの。うん。なんかね、沼地みたいなところ、綺麗な沼地みたいなところ、グッとあって、それがね、カメラが引いたり、グーって寄ったりするのよ、うんうん。それにこの曲が流れると、もうほんまにドキドキするのよ。劇中で流れるのね、うん。劇中って、まあ、エンディングですね、エンドロール。中流れるんですけど、もうむちゃくちゃいいのよ、これが。へぇー。うん。でも、いいじゃん。褒めてんじゃん、超。エンディングがいっちゃん怖い。中身より。劇中、うん、怖いシーンは一切ね。一切ね。ねってことはないはずですよ。ね、これは、心霊的な意味で言ってる。うん、心霊で言うとね。ほう。心霊的？これっていうのがね、88年からどん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 今の時代に近づいていくんですよ。怪談収集家っていうのがいいのかな。怪談収集家で、まあその役やっている荒川よしよしさんね。うん。お客さんなんだ。合うじゃん。なんかね。あの人出たらもうタイガーボロイやん。ね。あの人は主役ですよ。ドンといて。人主役か。うん。ドンといて。で、まあ呪いの家と言われるね。うん。で、呪怨のね、はいはい。呪いの家がありまして、その呪いの家をずっと追っているっていう、追っていくという話なんですよ。うん。うん、で、その、今まではね、はっきし、まあ、としおくんとか、かやことか、うん、はっきしなんかね、うん、呪いの家に出る幽霊イコール呪怨って感じしませんでした？
想像するのが家でなくって、かやこととしおくんってイメージしますね。実は、ちゃんと見てみると、これ家が主役なのよ。ずっと通して。だけれども、あの幽霊役がちょっとパンチ強すぎて。まあね、あのビジュアルイメージがね。そうなんですよ。家に入ったら偉い目に遭うよ、たたられるよって話したんですけど、もう家あんま興味ないでしょ。興味ないことはないけど。映画の方は。まあちょっと印象薄いよね。あれどんな家だっけ？今回は、ちゃんと呪いの家が主役。サブ隊みたいになってるよね、うん。そう、だから主役なのよ。ワクワクして見ていく。しかも、はいはい、あの、階段の収集家って僕のちょっと近いものがあるじゃない。うんうん、ね、いろいろリサーチしていったりとかしてって。だからもう自分が主役だと思いながら見ていくのよ。荒川の気持ちになってる、ね。そう、荒川、よしよしの気持ちで見ていくのよ。あ、こらおもろいやんつってずっと見ていって。ほんでね、よしはいいのに、こっからよ、ちょっと悪いこと言うけれども、うん、悪いこと言うよ、本当にね。悪いこと言うの日本の凄惨なある事件とかを元にして話を作っていくのよ。うん。要はあんまり口にしたくはないけれども、コンクリート。うん。ね。殺人事件ありましたよね。はいはいはい、うん。もうありますし、あとお腹の中ね、妊婦の中ぐーっと切り裂いてて、そこに受話器入れるっていう事件ありましたよね。ね、電話機が。うん、そう、受話器入れるっていう電話機か。入れるってやつもあったとか、うん、あとサリンとか、うん、あと宮崎勉とか、うん、そういったところ、あと都電オイルとかもあったのかな。あのあたりを全部その需要の中にぐっと入れ込むのよ。うん。で、どうやって入れんだろう。うん。まあ、入ってないのはあれ、直接は絡みはないんだけれども、例えば何年何年に、今、話が済みましたって言ったら、そのニュースで流れるのよ、サリンとかの話が。サリンは直接繋がらないけれども、今こういう時代ですよっていうものを、うんうんうん、まあ、ニュースでもってお届けするっていう。なるほどね。うん、その歴史をもう、事件で代表するんだ、うん、そうなんですよ。ああ、なるほどね。線でええ、そんなこと。どういう関わりなのかがよく見えないよね。うん、要はその、呪いの家というところで、どんどんいろんな凄惨な事件が起きていく。うん、でもこれって、はっきし、呪いっていうものもあるんだけれども、実はこの住んでる人がおかしくなって事件が起きていくんじゃないかと。事件だけが切り取られて、要はニュースやら新聞やら取り上げられるけど、実はこれの裏には呪いっていう、ね、裏のテーマがあるんじゃないかっていうのを荒川よしよしが、まあ、調べていく、探っていく、そこに刑事も来る、なんやらも来る、どん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 絡んでいくって話なんですよ。だから呪いの家が主役なんですね、今回はちゃんと。なんですけど、つまらん。そうなんだ。申し訳ない、本当に。いや、今聞いてたらなんか、ちゃんとしたサスペンスっぽいね、流れになりそうだなと思ったけど。ね、霊が出てきても全然怖ない。なんか人間が怖いってなるんですよ。そうだから、結局、呪怨呪いの家は主役になれん。これ人間が怖い、やっぱり。それだって事実の事件の方が凄惨だとさ、そう。ちょっとぼやけるよね。ぼやけんのよ。これだから日本の凄惨な事件史っていうだけにした方がいいのよ、私。え、もう10分ちょっと待って。いい方を紹介できない。一番。ちょっと待って。もう一個でいいんじゃない？あ、そうか、一個でいいか。別に。次やります、いい方は。なんだろうね、それ無理やり詰め込みすぎたのかな。いや、詰め込みすぎたというよりは、なんかなんていうんですかね、怖がらす間口を広げてるみたいな、要は呪いも怖いんだけども、人も怖いよねっていうのをぐーっと広げてるんだよ。でもそれって、J ホラーの心霊がやっちゃいけないことなの、絶対に。それって。もうそれって、海外の、なんかスプラッターと一緒やから、それって。もう、近づけんな、そこに。ちょっとリアリティラインを、こう、なんていう、現実の方を、ちょっと入れようとしちゃったってことね。そうですね。人怖と、J ホラーを同時に見せたいっていう。ね、優秀な人と、優秀な人がおって、誰がかかったね、ここ。いや、だから、あれなんじゃないの？もう、それが今受けるっていう判断だったんじゃないの？あ、で、若い監督やってるんですよ。結構、新進気鋭みたいに言われたやつ。監督はお前が悪いんか監督は若いの？若い。へぇー。でも、脇固めるのが結構、ね、まあそう、脇固めるのが結構、エレイ人ら、みたいな感じなんですよね。へぇー。で、まあ女優陣というか、もう結構いい人らばっかり出てますし、これはおもろいと思ったんですけども、本当に、これ言ったら、はっきし、もう、あ、今やったら見ようかなって思う人、ちょっといると思うんですよ。全然、だって、ね、面白そうって思う人いると思うよ。だけれども、ちょっとここで、もう絶対にミンクなる情報言っていい？それはどうなのかな。ちょっと見たいなるかな。まあ、ものによるけど。要は、呪いの方法ってあると思うんですよ。呪い方？呪い方みたいな。要は、ちょっとバラしますけど、黒島ゆいなちゃんのね、はいはい、結婚を決めていた、まあ男性がいるんですよ。銀行かなんか詰めてんのかな、あの人はね。うん、まあまあ結構ね、男前の男の子がいまして、その子が霊見えるんですよ。
男の子が見える。うん。で、見えるんです、はいはい。お母さんから受け継いでる、その力は。はいはい、お母さんも見えるんですね。うん、で、その男の子が言いました。その男の子が、うん、まあ、物件を探していると。うん、要は、黒島ゆりちゃんってアイドルなんですよ。うん。うん、で、アイドルと、まあ、結婚して、ほんで、一軒家を探してるんですよ、と。うん、で、まあ、不動産屋さんぐーっと回っていって、一軒あって、わ、ちょっとここやばいな、怖いな、っていうのが入ってくるんだ、ぐぐぐぐっとね。うん、結局、そこの呪いの家ってのそこがね、一軒家が、うんうんうん。で、どんどんおかしくなってって、最終的に、なんか、変なもの見てしまって、わーって口広げて、要は、リングみたいな、オマージュがあるのよ、そこで。呪音とね。そこは俺嬉しかったの。はいはい、要は、呪音の中でリングが見えるんだって嬉しさ。ね、うわー嬉しいと思ったんやけど、嬉しいね。ラストの方よ。最終話やったかな、うん、呪いの方法ね。要は、ガンと見せて、ぐっと目力ある。ほんで、うわーって口開ける。これはもう全然素晴らしいと思う。うん、だけれども、最後、なんかわかんないけど、行動よ、道路で、なんか、男がううって言うのよ、うん、で、なんやこれみたいな、うん、思うのこっちもね、うん、なんか怒るんかなと思ったら、うん、ジュンって言うのよ何ジュンって言うのえ何これと思ってで、近くにいた人らがね、うん、何や今みたいな人急に消えたでみたいな、うん、トッとって言ったら沸騰してる血だまりがあるのよツク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 ブラ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 マグマみたいになってるそうそうそう沸騰死してんのジョン沸騰死って言葉を俺は知らないんだけど。俺もわかんないけど。あるのそんな言葉が。熱死っていうのじゃん。ジョンって一瞬で。蒸発する感じ。蒸発する感じ。人が。で、グラ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 。湿地溜まりがグラ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 みたいな。最高じゃん。ないの説明はそれ。二人ぐらいやられる。ジョン謎の嘘。沸騰死。不死。ジョンって。もう、あっ。でも、フォローするわけじゃないけど、おそらく、もう、やり尽くしたと。いや、わかるよ。その死なせ方。いや、わかるよ。呪いによる死なせ方。うん、もう、うん、ね、あれもやって、これもやったって中で、じゃ絶対今回はやってないやつにしようっていう流れがあったと思うんですよ。うん、新人監督っぽい人なの、ね。はい、ああ、まあね。任されてるしね。そうそう。いろいろだからもう明らかにオリジナルなものってやった時に、うんうんはい、沸騰させることかってなったんじゃないかな。あっってなったんかな。グラグラほんまに煮詰めてる。やってねって。鍋かなんか見て。ってなったんかなそうそう。うん。めっちゃ笑うと思うけどね。俺笑ったよ。むっちゃ笑ったよ。だから、何やっとんねん。何これってなって。何やっとんねん、ボケ。すげえ、俺評価爆上がりだと思う。いいなと思ったシーンも言っていい、うん、じゃあ。あるのね。その新しい、要は、ホラーシーンみたいな。うん、要は、赤ちゃんがね、うん、未熟児みたいな感じで生まれてしまうのよ。で、結局亡くなるから、うん、どこにもね、もうおげんからって言って、その、要は墓作んのよ。自分の庭掘って、その中に赤ちゃん埋めんのよ。うん。で、その赤ちゃんが霊体化するって話があって、うん、水これみたいな感じですかね、うんうんうんまあ、ちょっと違うかもしれないけど、まあ、それが古い時代にそう、うん、で、そんなことしちゃったもんだからお父さん刑務所ぶち込まれんのよあ、そうなのそこは担当してるの、うん、そう、刑務所ぶち込まれて、うん、で、ぶち込まれた先で弁当出されるのよこれ食え言うて、うん、でも食わないのよ、この人はね、うん、で、食わんとおったらむしゃ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 って聞こえるんですよ、うんまあ、まさかなと思ったんですけど、うん、むしゃむしゃむしゃってさっきふって見たらそいつが赤ちゃんが食ってんすよ、むしゃ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 。うん。いや、離乳食早ない。俺も思った、今。あれって思ったよ。早、うん、ないと思って。むしゃむしゃ食わなくないって思ったよね。それがホラーと米とか早ないと思って。うん、しかも、ほんままだお腹なんかおらんといけんぐらいの、ちっちゃい子、うん。ちっちゃい子ね。いいじゃん。唐揚げとかを。ものすごい成長早いじゃん。食ってて。うん、と思って、うん。まだ喉突っかえるやろと思って。ここいいとこなんでしょ。新しいやん。合わせてね。それ新しいなと思いましたね。うん、そこは良かった。新しいなと思いましたね。良かったとは言わないね。堅くなに。新しいなと思いました。まあ、そのシーンはむちゃむちゃ笑いました、うん、僕は、うんはい。いいじゃん。あなたはどこに住んでいるんですかってお母さん言うんですよ。うん、つってそのさっきの、要は死んだ男前のお母さんが、うんあなたはどこに住んでるんですかって地図広げて、うん、そしたらその黒い影が、うん、どこーってめっちゃ面白いじゃんマップ指さすめちゃくちゃ面白いどこーってマップ指さすのそしたらマップがちょっとジュッってね、うん、そいつじゃんじゃあもうやっぱえもう沸騰させてるのあまあそうでしょうけどそうなんでしょうけどそんな力ないから呪いにすごいいいじゃんっていうやつなんですけど俺全然見る気なかったけど見る気になったマジであほんま、うん、ほんなちょっとええ告知になったんかな俺は全然興味持った、うん、見てみてくださいで、はい、一番怖いのはエンディングやから3回いいなさっきちょっと CM みたいなのって聞いたけど、うん、そこは確かにいいっすよちょっとうんって思ったあらいいんですよすごいいいんで、うん、アイヌのね本当に歌われてる歌を歌われてるんで、うん、ぜひぜひですねまあ呪音呪いの家ですね興味お持ちでしたらまあちょっと見てみてください、はいということで、我々サブチャンネルも
やっております、はい、そちらはとしみな T チャンネルというやつで、ラジオ形式で喋っておりますので、そちらもぜひ、登録お願いいたします。はい、お願いいたします。まあ我々1億人を目指しておりまして、はい、今突破しましたらもう俺が作るわ呪音、うん、呪いの家。そう、うん、なんかね、木を照らうというか、なんか試されてるじゃん、若い監督とかって、うん、新しいもの作れよとか、いやね、うん、もう見たよそれとか言われたくないもんね。でほんまにもう何も映画の知識ないような俺みたいなもんが作った方がいいと思うんですよね別に何作ったって別にプラスになってマイナスになってどっちもいいんだから俺なんか、まあね、うん、そういうやつがほんまに怖いものを突き詰めて作る方がいいと思うんですよ、ホラーって、うん、興味ねえやつが作った方がいいんですよ。そうだ、ね、もうほんまにもう知りすぎてるやつは作んな、もう俺みたいな映画何も知らないやつは作るから次は俺に任せろ自分いやマジでありかもしんない、うん、そうでしょ、うん、だからそのね、うん、血だまり沸騰を超えるアイデアをじゃあぜひね、うん、やっていただいて、で総理は木村拓哉がやれなんでドラマやってたからうまいこと言ってたやん、ね、あ、そうなんだ、うん、ね、はい、はい、以上です。お願いします。はい、ありがとうございました。